ここは武道会場。バッカー！グラック！ベジータ、おめえはオラに本気出させるためにわざとバビディの術にかかり自制心をなくし、あんなことをした。違うか。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からいなくなってしまうのに邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいねえ場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパー。それほどまで。早く終わりそうにねえな。行くぞ。殺してやる、カカロット。やるよ。ふっ。えいか。ふっ。えいか。ふっ。えいか。ふっ。ふっ。えい。うわ。あっ。俺らの本気見せてやる。バカめ。まだまだ。俺はサイヤ人の王子ベジータ様だ。ここだ。あっめ、あっめ。でもね、気に変化してきた。やっぱただもんじゃなかったんだ、魔人ブーチョ。知ったことか。俺たちの勝負には関係ない。嘘だ。おめえは完全に魂を売ったわけじゃねえ。どうなっても死ねえぞ。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ベジータ、
ブルマ、トランクス、そしてカカロット。おい、マジンベイ、こんなやつさっさと殺しちゃえよ。わかった、わかった。なんだおめえ、こんなに強いのに、バビディの言いなりか。うるさい、余計なこと言うんじゃない。マジンブーは僕の家来なんだ。言うことを聞いて当たり前だろ。無駄だ。ベジータだってそれやっても無駄だったろ。いや、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をもう一つ超えてみっか。さっさとやろうぜ。俺がスーパーサイヤ人3だ。時間がかかってすまなかったな。まだこの変化に慣れてねえんだ。俺の本気見してやる。俺がやらなきゃ誰がやる。勝負はこれからだ。で、ありゃ。
のか。ん？トランクスの木が早く動き出した。西の都を離れ始めたな。悟空、もうそろそろ時間じゃ。あの世に帰るぞ。そうか、うん。なんだ、ごてん。うん、わかった。おめえ父ちゃんに抱っこしてほしいんだべ。なんだ、だったら早くやよかったんよ。うん。じゃあな、みんな。死んだらまた会おうな。フュージョン、ハッ、パンパカパン。ベジータ。よこせ。はい。ああ、ベジータ、やろうぜ。よこせ、早く。よっしゃ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに、見せてやるよ。こいつがスーパーベジット。いや、少し本気出すか。ドッドッハッザッグッケッヘッ。カメハメハ、受けてみな。そうだ、フンレッハーノーダーダーダー。邪魔だな。こんなはずじゃなかったか。まあそんなに落ち込むなよ。俺だって驚いているんだ。ここまで貴様をコケにできるなんて。もうならま
行け、ゴーストども。気配がするな。はあ、行くぜ。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるから、お祈りでもするんだな。くそ！さて、果たしてうまくいくか。カカロット、すごいやつだよ。お前はなんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前に構わないのか。守りたいものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心は得体の知れない力を生み出しているのだ。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。俺は俺の思い通りにするために、楽しみのために、敵を殺すために、そしてプライドのために戦ってきた。だがあいつは違う。勝つために戦うんじゃない。絶対負けないために限界を極め続け戦うんだ。だから相手の命を絶つことにこだわりはしない。あいつはついにこの俺を殺しはしなかった。まるで今の俺がほんの少しだけ人の心を持つようになるのが分かっていたから。頭に来るぜ。大好きで優しいサイヤ人だけど、頑張れカカロット。お前がナンバーワンだ。勝負はこれからだ。カカロット、俺に遠慮せずとどめを刺してしまえ。俺もさっきからそうしようと思ってたんだけど、なかなかそのチャンスがねえんだ。あいつを消してしまおうと思ったら1分間ぐらい気をためねえとな。ありゃ、1分間俺がなんとかやつを食いとどめる。貴様はさっさと気をためろ。
海王神たち、デンデ、あの玉でこの状況を見て。ベジータ、たまには地球の奴らにも始めるぞ、用意をしろ。元気玉のブーが相手じゃ、いくらちょっとずつ元気を生き返った地球人みんなから集めたって、少しずつではない、ギリギリまで元気を集めさせてもらうんだ。ベジータとやら、決め技にわしの元気玉を選んだところはナイスだぞ。さあ話せ。地球どころか宇宙人にだって話ができるぞ。助かったぜ。聞こえるか、世界の人間ども。なんなベジータ、見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ、頼む。次待ってんかな。ほら、もまたな。そう、あ、なんだよ。